フランク・ジョーブは、アメリカの整形外科医、ノースカロライナ州出身。1964年から MLB、ロサンゼルス・ドジャースの医療コンサルタントを務めていた。1974年、引き手のサワン人体を損傷していたトミー・ジョンに対して、剣を次回移植する、世界初といえる、試みの手術を実施。ジョンの手術以降、同様に肩や肘を故障していた数多くの、 プロ野球選手に対して同様の手術を行い、多くの選手が故障から復活した。アメリカ合衆国をはじめとして、この手術をトミー・ジョン手術と呼んでいる。NPB のプロ野球選手では、村田長次、荒木大輔、桑田雅美、近藤真一らが同様の手術を受けた。また手術は受けなかったが、1989年に右肩を痛めた。 辰波和義も診察を受けた。またトミー・ジョン手術ではないが、1988年7月6日に、試合中に、左膝の人体帯を3本断裂するという、大怪我を負った、吉村貞章も、上部の嫉妬を受けている。その際、上部は、野球選手で、こんな大怪我は見たことがないと言ったという。2014年3月6日、カリフォルニア州サンタモニカにて死去。 88歳没。日本ではスポーツ医学の名医ということで知名度があり、彼の名をもじった大丈夫博士という名の人物が次の諸作品に登場する。ありがとうございます。